はい、こんにちは、116インズです。現地1月15日は MLB にとって結構大事な日でありまして、この日から2022年23年世代の国際 FA 選手との契約が正式に解禁される日となっています。MLB のドラフトの対象とならない地域、主に中南米等の地域出身の16歳、17歳の選手たちがプロ入りを果たす日でもありまして、未来のスター候補の多くがプロ野球選手としてのキャリアをスタートさせる瞬間です。ただ契約解禁日とは言っても、それはあくまで形式的なものであって、実際には多くのトップ選手、有望な選手というのは契約解禁日よりも数年前、13歳14歳の頃には球団と非公式ながら契約には合意しているケースが大半なので、この日からどんな選手を取れるかなとワクワクするよりかは、合意していたとされる選手が正式にチームに加わることになりましたよと、ある種確認の意味合いの方が強いのも事実です。日本の就職活動においても、企業からの正式な内定よりも前に内々定を口頭で出すケースがまあ一般的だと思うんですが、あれを想像していただけるとだいぶイメージしやすいのかなと。これまで内々定を出していた選手がいて、で1月15日が国際 FA における内定解禁日みたいなもんです。MLB の各球団にとって金の卵と契約する日でありますが、ただ通常のドラフト指名選手と比べても国際 FA は特に博打の要素が強い印象です。というのも、国際 FA 選手が将来どんな選手になるかを正確に予測することが非常に難しい、不確定な要素が多すぎるんですよね。非公式ながらチームと契約に合意してから、選手たちはプロスペクトのショーケース等に出なくなってしまうとされますので、契約時点の正確な実力のレベルを確認するのが容易ではなく、また日本だったら高校も卒業していないような16歳、17歳の少年たち、素材で言えばダイヤの原石もいいところの選手たちの野球の実力なんて、1年、下手したら数ヶ月でも大きく変わりますからね。大学生も混じるドラフトと比べたら、将来が不透明な部分が多くなってしまうのもやむを得ず、将来有望だと思って多額の契約金を支払った選手がプロに入ってからマイナーの下位レベルでも全く振るわないなんてケースもザラです。一方でハイリスクな代わりにうまくいった時のリターンも大きく、早くからプロに入ってくる分、若いスーパースター候補が生まれやすい側面もありますよね。今 MLB で活躍している若いスーパースター候補の選手たち、ゲレロジュニアやフアンソト、昨年新人王に輝いたフリオ・ロドリゲスなどなど、若いうちからスターとなるのもまた国際 FA 出身の選手たちであって、こういう選手たちに成長することを夢見て、各球団はリスクの高さも承知で投資を続けているわけです。で、今回我らがマリナーズはというと、非常に評価の高いショートと契約することができまして、それがこちらのドミニカ共和国出身の17歳フェルニン・セレステン。契約金はマリナーズが国際 FA 選手に与えたものとしては史上最高額となる470万ドル。参考までに、2017年にフリオがマリナーズと契約した時の契約金が175万ドルですので、現段階でマリナーズとしても相当セレステンを高く評価しているかがよくわかります。実際球界内での評価も高く、 MLB.com が作成した2022年23年世代の国際 FA 選手のランキングでは、今回パドレスと契約したイーサン・サラスに次いで2位、ベースボールアメリカの同じランキングでも全体3位と、この世代の中では現時点でトップクラスの選手であるのは間違いないでしょう。一部ではこのセレステンがここ10年間くらいで契約した国際 FA のショートのうち、現在レイズでプレーするワンダー・フランコに次ぐ逸材との呼び声もあるほどに期待されていますし、これからどんな選手へと成長していくのかまだ不透明な部分が多いにしても、楽しみな選手がマリナーズに今回加わることになりました。ワンダー・フランコ級の素材が来たことを喜ばない理由もないでしょう。セレステンはうまく成長すれば全てのツールが平均以上になりうるポテンシャルを秘めた5ツールプレイヤー候補。体の成長とともにツールも今のところ進化してきているようなので、このトレンドがプロに入ってからも続けば面白そうな存在です。プロレベルのピッチャーを打てるかに対する疑問は当然ありますが、スイングのメカニクスも評価されていますし、両打席でパワーも秘めているとされますので、期待されているインパクトプレイヤーにぜひ成長してもらいたいところ。エリート級の身体能力も光り、プロ入り後もショートに留まれる見込みなので、プレミアムなポジションを守りながら、それこそショート版のフリオみたいな存在になってくれたらなんて夢も膨らみます。MLB.com はセレステンのスカウティングレポートで、選手としての天井は過去10年間の国際 FA のショートの中で一番高いかもしれないと書いているくらいですので、本当にポテンシャルは無限大。あとはマリナーズでその才能を伸ばすことができるかが重要となってきそうですね。ということで、非常に才能豊かなタレントがマリナーズに入ってきたわけですが、マリナーズもまたぼちぼち二遊間の楽しみな選手が増えてきましたね。昨年の夏のトレードデッドラインでルイス・カスティーヨ獲得に際して、ノエル・ビ・マーテとエドウィン・アローヨ、2人のショートのトッププロスペクトを手放しはしましたが、昨年ドラフト1巡目指名のコール・ヤングのプロデビューはこれ以上ないくらい順調な滑り出しでしたし、アローヨの穴を埋めるかのごとくシングルエーダー、この間20歳になったばかりのアクセル・サンチェスも台頭。他にも昨年国際 FA として契約したマイケル・アローヨもいますし、
ここにさらにセレステも入ってきたわけで、もちろんどの選手もまだ上のレベルで通用するかなんて全くの未知数ではあるものの、数年後マーテとアローヨの放出による影響が全然気にならないレベルにまで彼らのうち何人かが成長してくれたら嬉しいですし、そうなってほしいところ。マリナーズ傘下でプレーする若い二遊間の選手たちの活躍からは再び目が離せなくなりそうです。なおマリナーズは今回セレステン以外に合計8人の選手と契約したか、あるいはこれから契約する予定となっていまして、何人かスカウティングレポートを読んで面白そうだなと思った素材を挙げますと、1人目がジーター・マルティネス。かのデレック・ジーターと同じ綴りの名前を持つマルティネスは、この世代のメキシコ出身の選手としてはナンバーワンの評価を受けているピッチャーで、16歳なんですがすでに身長が192センチもあると。90マイル前後の速球は成長とともに球速がまだ伸びそうともされ、コンスタントにストライクゾーンを攻め、かつ変化球も改善してくれば先発として残れそう。2人目のケンドール・メザはニカラグア出身のピッチャーで、彼はもう球速が93マイル94マイルくらい出ているみたいですね。目いっぱい投げる感じのフォームですので、将来はリリーフに回っていそうですが、近い将来球速が100マイルに届いてもおかしくなさそう。今回マリナーズが契約予定の選手の中では一番の速球派みたいですね。他にもここには書いていませんが、キュラソー出身のディラン・ウィルソンも16歳のピッチャーなんですが、速球がすでに91マイル。さらに一級品となり得るカーブを持っているようで、ウィルソンの映像を見ていたらバッターがストライクゾーンのカーブにのけぞっているものがありましたが、こちらもちょっと面白そうですね。この中から一人でも多くメジャーで活躍する選手が出てきてほしいです。セレステンをはじめ将来が楽しみな選手たちが加わった今回の国際 FA、 マリナーズはさらに今年のドラフトでフリオが新人王となったボーナスと戦力均衡ラウンドの最上位指名権を手にしたことで、例年の1巡目相当の指名権、全体30位までで3つも指名権を持っていますので、国際 FA に続いてドラフトでも一気に有望な選手を獲得できる見込みです。マリナーズは近年 MLB でも有数のマイナーシステムを誇っていましたが、トッププロスペクトたちが MLB に結構昇格したことやトレードで放出されたことでマイナーの層がだいぶ薄くなってしまったんですけれども、セレステンらの今後の成長や今年のドラフトの結果次第では再び強力なマイナーシステムを形成できるかもしれません。ディポトさんは常々長期間コンスタントに勝てるチームを作りたい意思を明確にしていますが、選手育成は当然その中心を担いますし、またトレード補強に際しても見返りとなり得るプロスペクトを多数持つことは重要ですので、メジャーレベルではコンテンダーを続けながらマイナーも整備する、これがちゃんとできるかがディポトさんが目指す理想のチーム作りに影響していくと思いますので、 FA 市場に投資せずに DDT アプローチに徹すると決めた分、ここはぜひとも達成してほしいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。